プチーを始めましてございます。今回の動画ですね、最近ですね、本当に8月っていう天気じゃねえだろっていうぐらい、もう外ね、めちゃくちゃ雨降ってて、外にも出れないし、プラスコロナ、まあ、滋賀県ね、マンボウ出てて、全然ね、外にね、外食行ったりね、することができないんで、家でめちゃくちゃ楽しみたいなということで、スーパーでこんなでかいね、1ポンドステーキを買ってきたんですよ。で、プラス、タイミングよくね、友達がですね、こちら、やばくないっすかこれ。メカメカしいにも程があるっていう感じの、もう超いいホットプレートをね、くれたんですよ。名前がですね、プリンセス。いやー、これね、ちょっとね、前からね、気になってたね、ホットプレートだったんですよ。煙がね、出にくいって言われてて、家の中でも、まあね、焼肉しても、部屋がね、焼肉の匂いがつかないっていう感じで、もう本当にね、これめっちゃいいんですよね。肉以外にもチーズフォンデュとかもできますし、かなりね、レシピがあるんで、まあね、今回はちょっとね、こちらのプリンセスをね、使って、たまにはちょっとね、贅沢しようかなということで、今回の動画はですね、1ポンドステーキを新しいホットプレートで焼いて、ご湯飲みしていきたいと思いますよ。友達マジでありがとう。じゃあ早速今からね、もうお腹ペコペコなんで、早速ね、プリンセスでね、1ポンドステーキ焼いて食らいついていきたいと思います。ステーキ、はい、じゃあちょっと軽く開けていきます。うわ、おしゃれー。はい、プリンセスのホットプレートね、こんな感じっすね。もうね、もう本当に木のぬくもりがあるだけで一気にね、おしゃれになるっていう感じですね。ここがね、セラミックでできてるらしくて、油を引かなくても、ホットプレートがね、使えるっていう感じですね。で、真ん中ね、これ穴が開いてるんですけれども、これを上げると、受け皿がね、ついてまして、ここにね、すべて油が落ちるっていう感じで、もうね、本当に最高の見た目っていう感じ。で、おなじみのこれでね、温度を調節できるっていう感じで、非常にシンプルなホットプレートとなっております。いいよ。今回使っていく材料なんですけれども、まずこちら1ポンドステーキでございます。いやー、これいきなりステーキで食べたらいくらすんのっていうぐらいでかい。 470g ぐらいでしたかね。で、万願寺唐辛子も横で焼いて、エリンギ、ナスビで、シャウエッセンでね、ちょっとご飯がもしかしたら欲しくなると思うんで、まあこちらね、いちいちちょっと炊かずに電子レンジのね、ご飯があったんで、そちらをね、使おうかなと思います。じゃあ早速焼いていきます。いいよ。これ最高の飲み、これ確定やろマジで。この絵面めちゃくちゃうまそうやもん。ちょっと喉乾いたから、プレモルでクッとちょっと活かしてもらいます。乾杯。プレモル最高。じゃあ焼いていきまーす。おんま。うわー、めっちゃいい感じ。じゃあ早速食べていきます。いいよ。いやー、めっちゃうまそう。じゃあいただきます。もう一回だけちょっとビール。これはちょっと破壊力抜群やな。うまそう。うん、うまっ。塩コショウでええな。確かにほんまに油が全部落ちてるから、ほんまにあっさり食える。どんどん食えるな。うわ、この赤身もええで。いい感じに赤いですね。レア感めっちゃいい。最高。正直な話すると、この1ポンドステーキ値段1300円なんよ、イオンで。めっちゃ安いわ。この量で1300円やったら全然ありやな。焼肉屋行ったらいくら取られんのっていう感じやからな。で、シャウエッセン。熱々でうまっ。シャウエッセンとビールも好き。うんま。じゃあちょっと焼肉のタレいきます。ほんまに家でバーベキューしてるみたいや。ナスとかもうまいからね。で、肉の焼肉のタレ。うますぎる。肉どんどん進んでいっちゃう。あとでちょっと白いご飯もちょっとチンしたいと思います。うまっ。うわー、やらかー。はい、プレモル簡易。いいよ。ドロンク。黄金に輝く熱々のご飯も出来上がりました。これをですね、ちょっとタレにつけて、ご飯に3枚ぐらいちょっと乗せます。タレを染み込ませつつ、もうステーキ丼みたいな感じで完璧な食い方。いただきます。
うまっ、すっごい、すっごい、あっ、うまっ、これちょっと意識飛ぶわ、うまっ。オーバーにタレつけてもいいぐらい乗せるんやったら。いただきます。うまっ、うん、うまそう、マジでうまい、うまっ。シャウエッセン、コロナ禍やけどちょっと皆さんお家で楽しむっていうのをね、ちょっと習慣づければ苦じゃないので、お家の中で楽しむかがポイント。うまい、うん。で、今ちょうどね、阪神対 DeNA のね、試合をね、東京ドームでやってて、藤浪が投げてるんですけれども、5回裏かな ?2 対2にね、追いついてるっていう状況で、阪神ね、ちょっと頑張ってほしいっすね。阪神にも乾杯、優勝してくれよ。ストロングはやっぱ結構来るね。うわ、うまい。肉。米。幸せー。万願寺唐辛子、ええ感じやな。焼肉のタレにたっぷりつけて。俺めっちゃ好きなよな、万願寺唐辛子。好きな人いるかな？俺めっちゃ好きなんよ。こうバーベキューとかで必ず万願寺唐辛子が欲しい人。いただきます。あー、うまー。当たりじゃないけど辛いわ。うん、うわ、あかん、これあかんわ。から一瞬でストロングがなくなるで。うまい、肉。塩コショウのバランス完璧。ご飯ペロッといっちゃった。ご飯完食。じゃあストロングラスト一気いきますか。これはちょっとね、ドラマでも見ながらしっぽりね、飲もうかなと思います。いただきます。うまっ、かいいいいよ。はい、というわけで今回の動画ですね、1ポンドステーキをね、プリンセスのホットプレートで焼くっていうね、動画なんですけれども、マジしてよかった。おい、いい感じに締めようと思ったら、近本イオのね、1ポンドステーキもね、1300円ぐらいで非常にうまいんで、ちょっとね、ぜひとも皆さん真似してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル、高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、また見てボーボー。